コルコルニオンデマンドメグインです。今日は俺の一日を紹介します。まず起床時間は4時です。そっから起きて編集、ただいま6時半。編集が終わって今度宿題をやってます。で、宿題が終わりました。これからですね、ここあります、1分単語っていうのがあるんですけど、これをめんどくさいからだいたい20分ぐらいやってます。余った時間でオフィスワークもする。7時になったら準備します。今日は雨が降ったらしく地面が凍ってるから気をつけろと言ってました。まあそのね、大体の意味をスリップだけで俺は解読したけどね。バス、なんとかバスを降りて、水を買って、学校に行きます。8時35分、迷わず来たら、一番最初に来ました。まあこんなもんでしょう。クラスはこうだけど、こんな感じでマックをここに置いて本国にファイルをアップロードしてる。1時から1時間休憩、午後4時を回ったところ。そんなわけで今学校が終わった。これから帰るか一杯引っ掛けるか選ぶぜ。一杯引っ掛けて道に迷って、今もう6時5分前。おふつママに電話かけて遅れるっつっといた。30分遅刻して今からご飯、今日はタイカレーです。7時ちょい過ぎにシャワータイム。そして7時過ぎ床に着く。これが俺の留学の一日。お肌ツルツル。さて問題です。デベソが大きいのでしょうか、僕が小さいのでしょうか。新チャンネルミニM絶賛稼働中。 PC の人は画面をクリック、モバイルの人は下にリンクがあるよ。あ、あ、